おはようございます。ドライトニュースの時間です。 Java 版マインクラフトバージョン 1.20.2 プレリリース3のアップデートがありましたので紹介いたします。今回のアップデートはちょっとした修正の内容で、修正内容も少なめです。それでは今回のアップデート内容を紹介いたします。まずはコンポーネントのないレコードからレコード属性が削除されている問題の修正がありました。結構難しい内容だったので説明は省きます。てか説明が難しいので。続いてトロッコに座っている時にプレイヤーが低い位置に座る問題がありましたが、修正され元の位置に戻りました。深く座ってしまったようですね。どっしり座って大御所みたいですね。最後にホグリンを繁殖できなかった問題がありましたが、修正されちゃんと繁殖できるようになりました。正式リリース前に気づいてよかったですね。以上、Java 版マインクラフトバージョン 1.20.2 プレリリース3のアップデート内容でした。今回は開発段階でのバグを修正という感じです。正式リリース前に早めに気づいたようですね。でもこんな失敗をしないように気をつけてね。それでは、良い一日を。